ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日は、現在開催中の Amazon タイムセール祭りで見つけたお買い得商品をどんどんご紹介していきたいと思います。セールの期間は2月5日23時59分までです。今回のセール、対象商品はそこまで多くないんですが、円安が落ち着いたという影響もあってか、過去最安値の商品っていうのが結構ありました。生活の質、そして仕事や音楽制作の効率を向上させるようなおすすめアイテムを厳選してご紹介していきますので、ぜひ動画最後までご覧いただき、お買い物の参考にしていただけると嬉しいです。紹介した商品の購入ページの URL は説明欄に記載してますので、そちらをご活用ください。商品の紹介を始める前に、まずはポイントアップキャンペーンのエントリーをお忘れなく。期間中、合計1万円以上のお買い物で最大 10% のポイント還元が受けられます。プライム会員に登録して 2%、 Amazon ショッピングアプリでの購入で 0.5%、 Amazon マスターカードでの購入で 3%、 さらに対象の食品、飲料、お酒の購入で 4.5%。 今回はポイントアップ狙いやすいと思います。まだプライム会員になってないという方は、ぜひこの機会にプライム会員に登録しましょう。会員登録の際は、説明欄に記載している URL からご登録をしていただけると、登録したあなたも僕も、ポイント還元が受けられるというキャンペーンやってるみたいなので、ぜひチェックしてみてください。 Amazon マスターカードを持っていないっていう人は、ギフトカードにチャージをしてお買い物をするというのもおすすめです。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて、音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。お買い物に役立つ動画っていうのもたくさんアップしてます。年内5万人の登録を目指して頑張っています。有意義な動画、有益な動画どんどん出していきますので、ぜひチャンネル登録のサポートよろしくお願いします。それでは画面を見ながらどんどんおすすめの商品ご紹介していきます。まずAmazon のセールといえばデータストレージですね。外付け内蔵の SSD、HDD っていうのはなんやかんや Amazon が一番安いと僕は思ってます。こんなもんいくらあってもいいですから、安くなってたら買いましょう。まずはポータブル SSD からご紹介していきます。一番のおすすめがこちらです。クルーシャル X6。 容量が 500GB、 1TB、 2TB、 4TB とあるんですけれども、 4TB が一番お買い得になっています。まあ、4TB 必要っていう人は限られると思いますけれども、キーパで価格を見てみると、なんと今回が過去最安値でございます。特選タイムセールの商品には選ばれてないので見逃しがちかと思うんですけれども、クルシャル X6 ぜひチェックしてみてください。特に Mac ユーザーの方には、ものすごくおすすめです。そして、同じくクルーシャルから X8、 こちらも安くなっています。こちらの商品も 1TB、 2TB、 4TB とあるんですけれども、こっちは 1TB が一番お買い得ですね。この後紹介する他のメーカーの製品と比べるとかなり安いです。そしてサムスン T7 シールド、これ特選タイムセールの対象になってます。最近出たサムスンの SSD の、まあ、新しいバージョンなんですけれども、こちらの商品は 2TB が一番お買い得になっています。こんな感じで過去最安値更新してますね。最後に一応ご紹介しておきます。サンディスクの SSD、 これ定番ですね。ただ、さっきお見せしたクルーシャル X8 の価格と比較していただけるとわかると思うんですけども、サンディスクの SSD って結構高いです。さっきクルーシャル X8 が 11,000円ぐらいだったと思うんですけれども、 1TB で 5,000円も差が出てしまっています。なので今回のタイムセールに限ってはサンディスクの SSD っていうのは僕はあまりお勧めしません。ただメーカーにこだわりがあるっていう方もいらっしゃると思うので、一応ご紹介しておきます。続いて内蔵の SSD ご紹介していきます。まずはクルーシャルの内蔵 SSD です。容量が500、1000、1TB ですね。2TB、4TB とありますが、2TB が一番いいんじゃないかなと僕は思いました。こんな感じで、過去最安値更新しております。そして、もう一つご紹介したいのが、ウェスタンデジタルの 1TB の SSD です。SN570 という、まあ、定番の製品なんですけれども、これかなり安くなってます。特選タイムセールで1万円切ってきてますね。こんな感じで過去最安値です。
続いて外付けのハードディスクご紹介していきます。こちら、ハードディスクはシーゲートが Amazon 的にはおすすめのようで、結構安くなってます。シーゲートの外付けハードディスク 16TB で、38,550円と。容量の選択肢っていうのは結構たくさんあるんですけれども、まあ大容量の方がお買い得っていう感じになってます。これも最安値の製品ですね。そして、外付けのハードディスク自作してるっていう方にはこちら、シーゲとバラクーダ 8TB、おすすめです。これ僕先月の初売りセールで購入しました。続いて、パソコンのモニター一つご紹介します。こちらです。デルの27インチカンファレンスモニターでございます。ちょっと変わったスペックしてまして、 USB Type-C 接続に対応していて、解像度は QHD フル HD と 4K の間の解像度ですね。さらにマイクとカメラがついていると。カンファレンスモニターっていう名前の通り、ウェブ会議などに適したパソコンのモニターになっています。こちら今回-25% ということで過去最安値更新しています。音楽制作のモニターって考えると解像度 4K までいらないんじゃないかなっていうふうに僕は思っていて、 QHD ぐらいがちょうどいいんじゃないかなっていう気がしています。コロナ以降すっかりウェブミーティングっていうのが、当たり前になってきましたので、やっぱりカメラはあった方がいろいろ楽だということで、今回このモニターご紹介してみました。結構いいんじゃないかなと思います。続いて昇降デスクのフレキシスポット、僕が今回おすすめするのは手動式の H1 というモデルでございます。特選タイムセールで、-25% 15,000円切ってます。かなりお手頃な価格になってますね。まあこれね、1年間ぐらい遡ると過去最安値っていうわけではないんですけれども、他のモデルと比べると割引率が非常に高くておすすめなんじゃないかなと思います。僕実際この H1 っていうフレキシスポットの手動昇降デスクの足っていうのを使ってまして、過去にレビュー動画っていうのも出してます。そこでなぜ手動式をおすすめするのかっていうのこともね、詳しくお話ししておりますので、ぜひ気になる方はそちらもご覧ください。ここからアンカーの製品を続けてご紹介していきます。まずはこちらです。タイムセールの度におすすめしているアンカーマグネティックケーブルホルダー。今回はブルーの2個入りが過去最安値になっています。30% 引きになってます。これね、ブラックとホワイトも一応在庫はあるんですけれども、1個入りしか売ってなくて、しかも割引率結構低くなってます。で、僕ブルーね、実際使ってるんですけど、意外とブラックやホワイトよりもどこにでも使いやすい色味なんじゃないかなっていう風に感じています。ケーブルの色が何であっても、設置する場所の、まあ、色っていうのが何であっても、この絶妙にこう馴染むブルーなんですよね。これ今回2個入りめちゃくちゃお買い得なのでおすすめです。こんな感じで過去最安値になってます。続いて、パワーポートストリップ PD6、アンカーの電源タップでございます。USB のポートっていうのもついている非常に便利な電源タップなんですけれども、こちら 15% オフで、これはね、まあ毎回セールのたびに安くなって同じ値段なので、まあ特別今回が安いってわけじゃないんですけれども、僕これも実際自分で使ってます。まあおすすめできるポイントとしては、すべての、まあコンセントの穴が3つ穴であるっていうこと。そして本体からケーブル、で、コンセントの差し込み口に至るまで真っ白であるっていうことですね。めちゃくちゃこれ質感も良くっておすすめです。続いて、定番の USB 急速充電器 65W モデルの、ピカチュウモデルが今回ちょっと安くなってます。このマイナス 11% 割引っていうのは、ピカチュウモデルじゃない通常モデルと同じ価格になったっていう感じですね。もともとちょっとこのピカチュウモデルっていうのは、まあ、割高の価格設定になっていて、まあそれであんまり売れ行きが良くなかったのか、今回、ノーマルモデルと同じ価格まで下がってます。で、そのノーマルモデルっていうのも、結構頻繁にセールの対象になるので、このピカチュウモデルがめちゃくちゃお買い得ってわけではないんですけれども、これ可愛いのでおすすめです。で、同じく
ポケモンシリーズの 120W のライチュウモデル、こちらはですね、1500円オフのクーポン適用できるようになっています。割引はないんですけれども、1500円オフで購入できると。で、実際僕今ね、出張でちょっと地方に来てるんですけれども、ライチュウモデル持ってきてます。最近愛用してます。ピカチュウモデルも自宅で使ってます。続いて、アンカー以外のお役立ちガジェットをご紹介していきます。まずはこちら、ベルキンの 3-in-1 マグセーフ充電器、急速充電に対応した充電器です。僕はね、このベルキンの 3-in-1 充電器のスタンドタイプを使っていて、今回も出張に持ってきてるんですけれども、やっぱりね、このタイプって見た目はかっこいいんだけど、家で使う分にはすごく使い勝手いいんですけど、持ち運ぶってなるとすごいかさばっちゃうんですよね。で、持ち運び考えるんだったら、今回ご紹介している平置きのタイプっていうのが断然おすすめです。価格もかなり安くなってます。はい、続いて、モフトのパソコンスタンド非粘着タイプです。これね、最近購入して使ってるんですけども、すごくいいです。モフトはね、表面が布みたいなね、フェルトみたいな、肌触り質感になっていて、接触する機材を傷つけないっていうところがすごくいいなっていう風に感じています。で、非粘着タイプなので、何度も貼り直しができるっていうところもいいですね。続いて、スイッチボット LED 電球です。スマートホーム化には欠かせない LED 電球でございます。これも実際に僕使っています。もう LED 電球としての基本性能が高いっていうのがすごくいいところで、めちゃくちゃ明るいんですよ。すごくね、使い勝手いいです。で、操作するアプリっていうのも非常にわかりやすい設計になってますので、おすすめです。そしてここからは、オーディオ機器を2つご紹介します。まずは、定番の製品、オーディオテクニカのコンデンサーマイク AT2020GM です。これ Amazon 限定のカラーなんですけれども、まあセールのたんびにね、安くなる製品で、今回も安くなってます。15% オフで1万円で購入できます。AT2020 僕も持ってて使ってるんですけれども、まあ入門機としては申し分ない性能なんじゃないかなっていうふうに思っています。コンデンサーマイク、まだ持ってないよっていう方、購入検討してもいいんじゃないでしょうか。そして、RMEUSB オーディオインターフェース Baby Face Pro FS 国内正規品、こちらはちょっとだけ安くなってます。楽器店の EC サイトなどよりちょっとだけ安く買えます。定番の人気製品ということで、ご紹介しておきます。そして、ここから生活用品いくつかご紹介します。まずはタイムモアの、コーヒーミルでございます。これ今僕が欲しいなって思ってて、コーヒーミルの比較レビューを行ってるような YouTuber さんが何人かいらっしゃるんですけれども、その人たちがね、軒並みこれがすごくコスパが高くて、いいよっていう風におすすめしてて、で、Amazon でベストセラー1位にもなってますね。で、24% オフと、かなり過去最安値ですね、これも安くなってるので、この機会に購入しようかなっていう風に思っています。僕、毎日ね、毎朝、手引きでコーヒー引いて、コーヒー飲んでるんですけども、今使ってるのがカリタの、ものすごくベーシックな、コーヒーミルで、まあ、コーヒー引く分にはね、そんなに不便を感じないんですけれども、豆を変えた時に中を清掃するのがすごく大変なんですね。で、このタイムモアは掃除がすごく簡単で、引き目の調整っていうのもすごく簡単にできるみたいなので、ちょっとこっちにしてみようかなっていうふうに考えてます。続いて、アイリス大山天然水、2リットル9本。僕が調べた限りでは、これが一番安い水。お買い得な水だったかなと思います。ラベルレスで、ゴミ捨てするとき楽ちんでいいですね。で、まあ、正直、飲料って、Amazon で買うよりも、近所の安いスーパーで買ったりとかした方が安く買えたりするんですけども、お水はね、重たいじゃないですか。こんだけの量をスーパーでまとめ買いするってなると、お家まで持って帰るのはすごく大変だってことで、ポチッと、ワンクリックで購入できて、で、お家まで運んでくれるっていうのはすごくいいかなっていうふうに思います。で、今回は、飲料がポイントアップの対象になっているっていうのもありますし、クリアしなければいけないキャンペーンの1万円以上の買い物っていうところを、クリアするために1個2個、まあ、値段調整に使うっていうのにちょうどいいんじゃないかなと思って今回ご紹介しました。そして最後、ファッション系3つご紹介します。まず、ヘインズの
ビーフィーロングスリーブ T シャツ。これ色によって割引率が違うんですけれども、今見せているこの色、なんとも言えない、グレーですかね。グレーが一番安いです。で、実は今着てるこれが、ヘインズのビーフィーロングスリーブ T シャツのグレーでございます。僕何枚かこれ持ってて、すごく重宝しています。絶妙なね、まあ、厚すぎず、薄すぎず、で、型崩れしにくくっていう感じで、非常におすすめです。そして、ニューバランスのスニーカー CM996。まあ、定番のモデルですね。これ今回かなり安くなってます。まあ、メイドイン USA のものに比べると、履き心地、劣ってしまう部分はあると思いますけれども、すごく、まあ、定番で、長く履ける、スニーカーだと思いますので、おすすめです。そして、同じくニューバランスの ML574。こちらもめちゃくちゃ安くなってます。で、こっちはね、Amazon 限定カラーっていうのがあるらしいんですよ。で、僕今スニーカーね、3足ぐらいで普段回してるんですけど、もう1足ぐらいあってもいいかなって思ってて、ちょっと購入を検討しているところです。いかがでしたでしょうか？勢いよく、おすすめ商品紹介していきました。ぜひぜひ、気になった商品説明欄の URL から購入検討してみてください。いいお買い物ができることを願っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメント、チャンネル登録、高評価が動画制作のモチベーションにつながっております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また次の動画で。